芸能界の陰謀平野翔と三宅県の不仲説の真相に迫る。メディアの嘘か平野翔と三宅県の真実の絆。平野翔と三宅県の関係に関する話題は芸能界においてしばしば取り上げられます。この記事の目的は彼らの関係についての真相を探り、読者に新たな視点を提供することです。 まず、平野翔と三宅健の間に船仮説が浮上した背景から話を始めましょう。平野翔は元ジャニーズの人気アイドルグループキングプリンスのメンバーであり、現在は新たな芸能事務所戸部に所属しています。一方、三宅健は元 V6 のメンバーであり、同じく戸部に所属しています。彼らの船仮説が浮上したのは戸部所属後のことです。一部の報道では、 平野が三宅のアドバイスに反発していると伝えられています。例えば、ある記事では、平野が三宅のアドバイスに納得せず、不満を漏らしている、という内容が報じられました。このような報道は、読者に対して彼らの関係が悪化しているという印象を与えるものです。しかし、これが本当に真実なのでしょうかまず考えるべきは、芸能界における報道の信頼性です。 芸能界は話題性や注目度を重視するため、しばしば誇張や事実とは異なる内容が報じられることがあります。実際に、平野と三宅の関係についての報道も、その一例と言えるかもしれません。実際には、平野と三宅はお互いを尊敬し合っていると考えられます。例えば、あるインタビューで三宅は、平野は非常に才能があり、彼の成長を楽しみにしている、と語っています。また、 平野も、三宅さんは素晴らしい先輩であり、彼のアドバイスは非常に参考になると述べています。これらの発言から、彼らの間に深い尊敬の念があることが伺えます。また、彼らが一緒に食事をする姿も目撃されています。芸能人がプライベートで一緒に時間を過ごすことは、仕事上の付き合い以上に親しい関係を示すものでしょう。これも、彼らの不仲説を否定する証拠となります。 さらに、彼らの関係に対するファンの反応も重要です。多くのファンは、平野と三宅が仲良くしていることを知っており、船仮説に対して強い疑問を抱いています。彼らのファンコミュニティでは、彼らが一緒に出演する番組やイベントでのエピソードが頻繁に共有され、笑顔で楽しむ姿が確認されています。これもまた、船仮説を否定する根拠となります。 しかし、なぜこのような船仮説が浮上するのでしょうか一つの可能性として考えられるのは、芸能界における競争です。特に、同じ事務所に所属するタレント同士は、しばしば比較されることがあります。このような状況では、どちらか一方が優位に立つことが期待されるため、船仮説が浮上することも少なくありません。しかし、実際には彼らは競争相手ではなく、 共に成長し合う仲間であることを忘れてはなりません。また、もう一つの要因として考えられるのは、メディアの報道姿勢です。ネガティブな報道は、注目を集めやすく、特に有名なタレントに関するスキャンダルは、読者の関心を引くことが多いです。このため、事実をねじ曲げてでも話題性を持たせる報道が行われることがあります。平野と三宅の船仮説も、その一例と言えるでしょう。また、 芸能界の報道に対する私たちの態度も重要です。報道を鵜呑みにせず、批判的に考える姿勢が求められます。特に、ネガティブな内容に対しては、事実確認を怠らず、複数の情報源からの確認が必要です。SNS や公式発表、インタビューなど、直接的な情報を元に判断することが大切です。さらに、ファン同士のコミュニケーションも重要な役割を果たします。 ファンコミュニティでは、彼らの真の姿や関係性についての情報が共有されることが多く、これが誤解を解く助けとなります。例えば、平野と三宅のファンは、彼らが一緒に出演する番組やイベントでのエピソードを詳しく知っており、これをもとに船仮説を否定することができます。また、彼ら自身も SNS やブログを通じて、ファンに直接情報を発信しています。これにより、 ファンは彼らの本音や日常の姿を知ることができ、報道の真偽を判断する材料となるでしょう。平野や三宅が SNS でお互いを称賛する投稿をすることも多く、これが彼らの良好な関係を示す証拠となります。さらに、芸能界の裏側についても理解を深めることが重要です。例えば、タレント同士の競争やメディアの報道姿勢について知ることで、 報道の背景をより深く理解することができます。これにより、報道内容を批判的に受け止め、真実を見極める力を養うことができます。また、平野と三宅の関係についてのエピソードを具体的に紹介することで、彼らの関係性をより深く理解することができます。例えば、彼らが一緒に食事をする姿や、共演する番組でのやり取りなど、 具体的なエピソードを通じて彼らの関係性を感じることができます。これにより報道の内容が事実に基づいていないことを確認することができます。例えば、あるエピソードでは平野と三宅が一緒にお寿司を食べに行ったことが報じられました。このようなエピソードは彼らがプライベートでも親しい関係であることを示すものです。また、共演する番組でのやりとりからも、 彼らが互いにリスペクトし合っていることが伺えます。これらのエピソードをもとに、不仲説が誤りであることを確信することができます。さらに、平野と三宅の関係についての報道がどのように作られるかについても考える必要があります。メディアはしばしば話題性を持たせるために事実をねじ曲げることがあります。これにより、読者の関心を引くことが目的とされるため、 報道内容が真実とは異なることが多いです。私たちはこのような報道に対して批判的に考え、真実を見極める力を養うことが求められます。結論として、平野省と三宅県の関係についての不仲説は、信頼性の低い報道によるものである可能性が高いです。彼らはお互いを尊敬し合い、共に成長し合う関係であることが伺えます。ファンとしては、 メディアの報道に惑わされず、彼らの真の姿を見守り続けることが大切です。最後に、読者の皆さんに問いかけたいと思います。あなたは、メディアの報道をどの程度信じていますかまた、タレント同士の関係について、どのように情報を得ていますかこのような疑問を持ちながら、芸能界のニュースを読み解くことが重要です。私たちが真実を見極めるためには、 情報の裏側にある背景を理解し、冷静に判断することが求められます。このようにして、平野翔と三宅県の関係についての真実を知ることができます。彼らはお互いを尊敬し合い、共に成長し合う仲間であることが伺えます。メディアの報道に惑わされず、彼らの真の姿を見守り続けることが大切です。読者の皆さんも、メディアの報道に対して批判的に考える姿勢を持ち、 真実を見極める力を養うことが重要です。平野と三宅の関係についての報道がどれほど信頼性があるかを考え、自分自身の判断で真実を見極めることが求められます。さらに、彼らの関係についての具体的なエピソードを紹介することで、彼らの関係性をより深く理解することができます。例えば、彼らが共演する番組でのやり取りや、プライベートでのエピソードなど、 具体的なエピソードを通じて彼らの関係性を感じることができます。これにより、報道の内容が事実に基づいていないことを確認することができます。また、彼ら自身の発言や行動を直接確認することで、メディアの報道に惑わされないようにすることができます。SNS や公式発表、インタビューなど、直接的な情報を元に判断することで、彼らの真の姿を知ることができます。